イェーガー本の写真、ミッション目標はラーテンフェルドへ行く、ダマジカの写真を撮るですね。やっていきましょう。とりあえずラーテンフェルドに行ってダマジカの写真を撮れば OK です。で、今ラーテンフェルドにもいますね。一番初めに来るミッションですよね、これ。はい、範囲もねかなり広いんで、ダマジカを探して写真を撮れば OK。 はい、ダマジカ見つけました。ちょっとね逃がしちゃったやつなんで笛にはね反応しないんですけれども、多分ね反応しないんですけれども、この枝角ラトラー持ってる方はね、これでおびき寄せてもらうこともできます。ちょっとカナダガンがうるさいな。距離が70ちょいやね。多分写真は反応しないかな。まあ、一回撮ってみようか。あ、いけた。あ、いけるんだ。普通にこんくらいの70とか離れた距離でも大丈夫だね。はい、なんとかクリアですね。はい、イェーガーダマジカの写真クリア。イェーガーソマーのトウモロコシ畑を守れ、ペータースパインのトウモロコシ畑へ行く、でダマジカを2頭狩るですね。やっていきましょう。まずはペータースパインのトウモロコシ畑、ちょっと遠いですけれどもね。はい、ここに向かいましょう。そしてこの範囲内で、ダマジカを2頭かな。ほい、到着です。で、これ車でねちょっとひとっ走りしてきたけど、これペータースパインやね。ペータースパインじゃない、失礼しました。で、あとはここでダマジカを2頭狩れば OK ですね。なんかもう痕跡がありますけど。はい、今範囲内でちょうどねダマジカの群れを見つけてます。ちょっとね逃がしちゃったやつやと思うんで、ニードゾーンがねどこかちょっとわからないんですけれども、なんか食事中ってなってますね今。はい、これなんとか2頭連続で狩っていきたいところ。さあやりましょう。これとこれでいいかな。ほい、ほい、いけたかな。なんとかね2頭狩れてました。回収していこう。ほい、うん、オスでもメスでも大丈夫ですね。ほい、 OK。 ダマジカのニードゾーンなんですが、あたりを探してきたんですけど1個しかねちょっと見つけられませんでした。こちらになります。ただ探してる途中で何頭かすれ違ったり痕跡だけがあったりしたんで、まあこれもしかしたら車の音で追い込まれた子たちなのかもしれませんが、一応ねこちらニードゾーンもあるんで食事の時間帯が狙い目かなと思います。見つけたのは早朝6時から10時ですね。とりあえず水飲みの10時から13時以外の時間帯で狙っていきましょう。イェーガー鹿と海やっていきましょう。ペータースハイン南東部へ行く、ケーニヒスベルク湖を背景にダマジカの写真を撮るですね。湖をバックにダマジカの写真。これは水飲み時間を狙えということですね。ではまずはこの範囲内ですね、ここの水飲み場どこかに、ダマジカがいるはずなので、今ちょうど時間も13時やからちょっと遅いですね。なんとかもうギリギリの範囲で見つけました。しかもメディアムですよ。最高難易度やね。はい、超ギリギリ。ここですね。10時から13時の水飲みニードゾーンです。いや、結構下から回ってきたけど、ヒヤッとしましたね。さあ、じゃあ近づきましょう。さすがにね、300メーター以上離れてたら無理だ。よし、じゃあこの辺から慎重に近づいていきましょうか。さあ、もう100ちょいですかね、距離は。これでもいけんのかな。すごいな、メディアムや、気になるな。借りたいけど我慢します。これでいけんのかな。結構距離ありますけど、あ、いけるんだ。100メーターぐらいあるけど、いけますね。はい。もっと近づかなあかんかと思ったけど。クリアですね。
イエーガー迷子の息子をやっていきましょう、ラーテンフェルドの麦わら畑にあるキャビンへ行くですね。はい、マップ右下のここですね、この三角になってるエリアですね、ここに行けば OK かな。行きましょう。はい、イエーガーのキャビン到着しました。車でね、ひとっ走りしてきましたよ。で、ここで調べればいいの、あ、これかな、この真ん中のところにキャビンがあります。この足跡を追いかければいいのかな。はい、OK ですね。OK じゃないか。はいはいはい、見つかったと。これに似たようなミッションをこなしましたね、そういや。はい、完了です。イエーガー本の仕上げ、シュプレーベルグ城の写真を撮る、オールドミラーの写真を撮る、ボーンドルフォーカの頂上から写真を撮るですね。簡単ですね。やっていきましょう。目的地はこんな感じですね。まずはシュプレーベルグ城に行って写真を撮って、その次にジョンスドルフの丘の頂上から写真を撮ると。これかな、未発見に行けばいいのかな。そしてミュラーバルトのトウモロコシ畑に行ってオールドミュラーの写真を撮る。キーでしたかね、確かキーの写真です。さあやっていこう。はい、お城に到着しました。ここでいいのかな、写真は。うん、 OK ですね。はい、ボーンドルフォーカの頂上に着きました。すぐでしたね。ほい、ちょっと調べておきましょう。経験値をもらおう。はい、じゃあこっから写真を撮れば OK ですかね。じゃあこの石碑みたいなやつから向かっていけるかな、これで。いけますね。はい、オールドミラー到着しました。これやね。これの写真を撮れば OK。で、座標は、こんな感じになっております。ちょっとカナダガンがうるさいんですけれども。よし、じゃあこのオールドミラーの写真を撮ろう。これでやってるよね。これやんな。違うみたいです。素直にここから撮れば OK かな。あ、いけましたね。ここから取れば OK です。OK、これでミッション完了です。